ここからは少し難易度が上がりますが、しっかり練習すれば絶対にできるようになると思うので、皆さん頑張りましょう。続いてなんですけど、タックプランショーをしっかり習得された方は次のステップとして、次のステップはストラドルプランシェです。ストラドルプランシェというのは足を開脚させた状態で行うプランシェになります。はい、それではストラドルプランシェをお見せしたいと思います。はい、これがストラドルプランシェです。足を開いた状態でのプランシェ。はい、正面からもお見せしたいと思います。ストラドルプランシェはタックプランシェに比べるとものすごく肩を前に出さないと足が浮きません。その分手首と肩にはものすごく負担がかかるので、皆さん痛めてからでは遅いので、まあ自分のペースで気をつけながらトレーニングをするようにしましょう。はい、ストラドルプランシェなんですけど、まずプランクの状態になってあげて足を開きます。そして少し勢いをつけてあげて、この勢いを使って前に突っ込むイメージ。そしてこのストラドルプランシェを行う際の目線なんですけど、真下を見るんじゃなく少し斜め前を見るようにしましょう。でも顎は絶対に上げたらダメなんで、顎を上げすぎずに、まあ少し斜め前を見るイメージでやるようにしましょう。下を向くのじゃなく少し斜め前を見るようにしましょう。でも顎は絶対にこう顎を上げたらダメなんで、斜め前を見る意識で前に突っ込む。そうすると足が上がる。この意識をしっかりするといいと思います。ストラドルプランシェを行う際なんですけど、足を開いたら開くほど力が抜けて楽になるので、まあ皆さん限界まで足は開いてやるようにしましょう。このストラドルプランシェを行う際も前にクッションか何かを置いてあげるといいと思います。まあ、絶対に前に崩れると思うので、まあ、その時に顔を打ったりしたら本当に危ないので、皆さん気をつけてクッションなどを置いて安全に配慮してトレーニングするようにしましょう。そしてストラドルプランシェに関しては、初めから完璧なフォームでできるっていうことは絶対にないと思うので、初めは足を浮かすことだけ意識して、フォームはまあ多少は気にせずに、足が下がってしまおうが、まあ、腰が落ちてしまおうが、まあ、しっかりと耐える練習から始めましょう。まあ、そうするうちに力がついてきて、だんだんとまあ正しいフォームで行えるようになってくると思うので、初めのうちはフォームを気にせずにもう耐える練習をしっかりしましょう。ただし肘だけは絶対に伸ばしてトレーニングするようにしましょう。もうこれだけは僕は本当にきつく言ってるんですけど、もう肘だけは、これだけは肘が曲がっちゃうと全く違うトレーニングになっちゃうので、もうストラドルプランシェで肘曲がっちゃうと、もう違う技ベントアームプランシェっていう別の技になっちゃうので、そこだけはしっかり気をつけて肘だけは伸ばすように意識するようにしましょう。初めはどんなにフォームが悪くても、もう耐える練習をしっかりして、そうするうちに徐々に腰が上がってきて足が上がってきて正しいフォームになると思うので、もうその皆さん最初は耐える練習をしっかりやって、そっからフォーム修正をするようにしましょう。僕は実際そうしてやってきました。このストラドルプランシェなんですけど、まあトレーニングを続けていけば絶対に静止できるようになると思うので、まあ静止できるようになれば、まあ、5秒から10秒を3セットから5セットで行うといいと思います。このストラドルプランシェが、まあ、10秒以上キープできるようになれば、次のステップ、まあ、この後紹介するんですけど、フルプランシェに挑戦すればいいと思います。はい、いよいよこれが最後のステップなんですけど、まあ皆さんお分かりと思いますが、フルプランシェです。フルプランシェっていうのは完全に足を閉じた状態で行うプランシェです。腕立て伏せで足を浮かせた状態、この技がプランシェの完成形になります。このフルプランシェっていうのはかなり難易度の高い技で、ストラドルプランシェが10秒できようが20秒できようが、
この技がすぐできるようになるっていうことはないと思います。フルプランシュを覚えるためにはフルプランシュの練習をしないといけないので、それを今から紹介したいと思います。はい、それではまずフルプランシュのためのトレーニングのまず一つとしてアドバンスタックプランシェっていうのがあります。アドバンスタックプランシェというのはタックプランシェで抱え込まずに腰を完全に伸ばしきった状態で行うプランシェになります。では一度お見せしたいと思います。はい、これがアドバンスタックプランシェになります。はい、このアドバンスプランシェなんですけど、初めは静止できなくてもいいので止める意識で行うようにしましょう。これを積み重ねていると徐々に静止できるようになってきます。このアドバンスタックプランシェっていうのは正しいフォームで行うのがすごく難しいので、自分で動画を撮りながら自分で確認しながらやるようにしましょう。このアドバンスプランシェができるようになれば次のステップとして一瞬だけ足を伸ばしてやる、片足から伸ばしてあげて慣れてくれば両足、静止できなくてもいいので、伸ばすことに意味があるのでしっかり伸ばしてちょっとでも耐えようという意識をするのがいいと思います。そして次なんですけど、次のトレーニング方法はプランシェリーンというトレーニング方法です。このトレーニング方法は倒立ができる方限定のトレーニング方法になってしまうので、倒立ができない方は倒立を練習していただくか、先ほどのアドバンスタックプランシェをしっかりやってください。はい、プランシェリーンというのは倒立した状態からゆっくりと体を下ろしてきてプランシェ状態まで体を下ろしてくるという技がプランシェリーンになります。実際に一度お見せしたいと思います。はい、それではプランシェリーンをお見せします。はい、これがプランシェリーンになります。初めのうちはもう静止とか全然考えなくていいのでゆっくりと下ろしてくることだけを考えてやるようにしましょう。はい、というわけで僕は今紹介したトレーニングを続けているうちにフルプランシェが少しずつ止まるようになってきました。個人差はあると思いますが継続すれば絶対にできるようになります。僕は実際それでできるようになったので、皆さんもぜひ試していただいて、もう絶対にプランシェを手に入れてもらいたいなと思ってるんで、もうぜひ今回のトレーニング皆さん試してみてください。実際に完成した姿をお見せしないと、皆様に示しもつかないと思うので、最後にフルプランシェをお見せしたいと思います。それではフルプランシェです。はい、これがフルプランシェです。僕も日々の積み重ねでやっとここまで来れました。長かったですけど、皆さんも絶対諦めずに続けたら絶対できるようになるんで、皆さんトレーニング頑張りましょう。この動画を見てくれた一人でも多くの方がプランシェトレーニングに取り組んでいただけたら、僕はすごく嬉しく思います。今回の動画を見て、疑問に思うことやわからないことがあれば、コメントいただけたらお返事するようにします。プランシェ動画に関してはかなり需要が高いので、これからも定期的に配信していこうと思っています。皆さんぜひチャンネル登録してお待ちしていただけたらなと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。プランシェで歩きます。プランシェができるようになると、こういったこともできるようになります。
皆さんぜひトレーニングしましょう。プランチャー本当一生もんなんで、まあ、できて本当損はないですし、まあ、いろんな人に自慢できます。まあ、自重トレーニングの最高峰の技と言っても過言ではないと思います。